このリアル脱衣麻雀ホロリはバップですは全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りのハンチャン1回戦を行い、各ハンチャンのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット。ただし今回は番組名の通り、失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装を脱げなくなった時点でチョンボとなり、8000点のバップを支払わなければなりません。ペイドラッカションパイのペイ、やっぱさっきのリャンピンを外すところで、やっぱテンパっとかないとこういうペイもいけなくなっちゃうんですよね。テンパイだったらペイもえいっていけるんだけど、うん、イーシャンテンだとドラはちょっとねいけなくなっちゃうんですよね。だからテンパることがすごい大事なんで、追いつけるかな。これは何ですか、ワンズイーワン、あー捕まった。これは打ちそうですね、端っこ作戦で打ちそうですね。2から行くかな。でも行きましたね。1から行ったロンですね。1からいってロン、はい、リーチ赤1赤裏5200ですね。はい、はい、さて河合さんの1枚目ですね。連続上がりで会長だったんですが、親の時に捕まってしまいましたね。まずベルト、もうそのこのベルトでお仕置きをみたいな感じもありましたがね、はい、まあ、まだ1枚ですからね、はいはい、という河合さんでした。トン4局、親は久里さんです。ドラは今度はパー1。久里さんの手はもうチーワンスーワンが共に統一、5組、なんとチートイイーシャンテン、平坦期でリーチしたいですね。うん、あ、元木さんは手が悪い、うん、ここもタイヤオに行きそう。ここはまたマンズの一通が見えますね。ドラがネック、さて転敗するか。あ、リャンピン、これは一応メンツ手もあるんで、ペーを行くとメンツ手を残して柔らかくなるんですけど ね、でもチート一本にしましたね。そういう雰囲気ですね。7を切って2と8を残してます。そうですね、チートイです ね。あ、しかしリャンピンがもうどんどん少なくなっています。自敗が優秀なので、うん、そうですね。ここはウーピン重なりました。本木さんローソーを重ねたドラのパーワンがポツンと浮いています。しかしこれ朝倉さんもチートイが見えてます。チーピンアンコという部分もありますが、リャンソー重なりました。どうするか。あー、キューピン行きました。リャンワン、これはいらない、うん、おー、タイヤをね、タイヤを、そうなんですよ、タイヤをでトイトイでとかチートイでとかそういう感じですかね、はい、あー、リャンピンがもうないかな、ないからリャンピン切るかなですね。はい、うん、ペンちゃんが残った形、これは切ります。さてチーソー、これもチーソーだったら重なっていたという結果論ですが、うーん、パーピンもうキューピン切ってるんでいつもない、ちょっと難しい、ちょっとね、どこに向かっていいのか分からなくなってるんですよ ね。あ、もうタンヤオで発信しましたね。タンヤオ発信しました、はい、タンヤオでトイトイがつけばなおよしということですね。なおよしと、はい、はい、ああ、もうこう自販の何かが重なれという形になりましたが、もう すごいチーピン泣きましたよ。チーピンを泣いて、すごいチーピンです、これ自分であんこのチーピン泣きましたからね、はい、はい、1、2、3だけ残して、はい、ちょっとどうしていいか分かんなくなってますね。うん、
どうしてもテンパりません、久田さん。片山さん、よく親でチート岩、なかなかね動けないからっていうことは聞きますけどね、負けてる親のチート岩あんまりお勧めできないんですよ。勝ってる親だったら少し余裕があるのでチート岩やってもいいんですけど、はい、守備力があるんで ね、 そうですね、守れますから、いいんですけど、負けてる親はね攻めなきゃいけないんで、チート岩はね本当お勧めしないですね。このツモにかけるしかない状況になるんですよね。そうなんですよ、自分でね、テンパイまで引いてこないといけないんで、難しいんですよ。白がこっちに流れてますんで、久田さんが白を重ねる可能性も非常に薄くなりました。ローワン、今更メンツテには戻れないですよね、もうこの自敗3人で行くしかないですね、はい、3色あイペコがあるんだけど3色を見切りたくないので、いいローピンが泣けて、泣けましたね、何そのローピンチーってなってますよね。そうですよね、4枚目のチーピンを使ってペンローピンをチーしてますから ね、 すごいですよ、はい、マンズにちょっと気があります。鎮逸になったらいいな、もう9ワンとかポンするかもしれないです。あ、ここで数ワンアンコ、トイトイもまだ生きていれば、はい、生きてますね、トイトイまだ、はい、ポンって言うかもしれないです。ただねこれ3ピンがもちもちなんですね。あ、確かにそうですね。なので朝倉さんはローソーしか上がりがなくて、久里さんはこれはなんだ、赤ウーピン。あ、これねメンツ手にもなるんですよ。ただウーピンさっき切っちゃってるんですよね、ですね、自分でちょっと悔しいか。うわ、3枚4枚目、まあ、使えますよね、でウーソーパーソーを切っていけばっていう、いやこれ一応テンパイなんですよ。テンパイか、はい、パッソーとね Q1 でねテンパイですよね、これ。あ、そうだ、はい、パッソー Q1 テンパイ、このままリーチはありますね。ウーソー切りリーチ、はい、パッソー1枚切れてますけど単野の人がいるから Q1 は狙い目で引けますね、リーチでもいいと思います。もう順目も深いので、リーチでもいいですね。鎮逸にもちろん行ってもいいですけど、はい、ちょっと鎮逸に行くには順目が足りないかな、あ、かもしれません。もう自分のカーで13順目なんで行きましたね。そうですね、リーチがいいですね、はい、うわ、パーワン、ドラのパーワン引きました。あ、Q1、ここはもう嘘に行きました。両面にはなるかな、フリーテンじゃないですもんね。フリーテンじゃないですね、はい、両面にした方がいいですね、はい、そうですね。両ウーピンはこれだと相当上がり目があります。薄いってば、あ、3ピンポンした、行きますか。これね3ピンポンで単野に行ったのか。そうですね、トイトイか単野を、はい、トイトイだとウーピン危ないですね。そうですね、はい、急走は行くでしょう、これ、うん、このまま押し切った方がいいですね、これ、うん、積もってない。これはむずい、3ピンいって数ピン短期、はい、ロッソは中筋なんですけどね、リーチの、いやー、数層を持ってたら振り手になってしまう。そうですね、数層振り手なんで、これはもう選べないですね、数層ですね。数層行くしかないでしょうね、まあ、ローソー自分で3枚使ってるから多分通るだろうっていう気、あーっと振り点に受けましたか。スーピンポン、ピンポンしてウーピン、あ、今度ウーピンは安全になってますね。安全になりました、はい、さっきまで当たり合いだったウーピンが安全になってます、はい、はい、
元木さんのところにリーチの当たり部屋が2枚流れたんですね。そうなんですね。あーテンパった、テンパイ、こんなことある。いやー7と8しかもドラのパワーですか。ドラのパワーだと1万8000ありません、これ。そうですね、タイヤをトイトイ123でドラのパワーだと大変ですよ。そうですね、はい。ここはウーワン短期に変えました。積もった、 Q1 積もりました。リーチ積も赤い地、裏ドラを見ましょう。負、うん、よりも 裏を見ましょう。うわー乗りましたね。リーチ積もドラ4、はい、3600円でみんなを脱がしに行きます。これでなんかいい勝負になってきたんじゃないかな。いやはい、すごいのを積もられてしまいましたので元木さん脱がなければいけません。1枚目、即脱ぎ靴下っていう感じでございまして、はい、まず1枚目でした。朝倉さん2枚目でございます。下とくっついてるでしょ。さっき注射器しか取ってないんだよ。で、エプロン、それはあのエッチなダンスなんじゃないんですか。違うんですか。違う、なんか踊ってごまかしてますけども。3枚目から期待ですね。3枚目からダダダッといくわけですね。行かないんだ。なんか違うな、期待と違うな。今回は行かない系で行くんですね。はい、はい、了解でございます。はい、今ね頑張ってドラを最後重ねたのにね。うん、すごい1万8000テンパイしてたのに ね残念でした。残念でした。白を脱いで白いものが見えてまいりました。何入から頑張りましょうね。はい、何入しました。親は元木さんで、おっとトン1曲と同じようにトンがドラ、なんとペイが統一、ローワンアンコ、ローワン4枚目引いてきました。でウーワンがいます。これ早いかも。何がなければですね。さてこちらは数案を重ねました。あ、こちらも悪くないかな。何出ました、どうする。ポンでしょう。あ、スルーしましたね。しなかったですね、はいはい、うん、3ピンを重ねて、さてどうする。これローアン関しても面白いですけど、あ、どういうことだろう。難入してるんですがね。難入してますね、はい、ちょっと難入したの気がつかなかったかな、かもしれないですね、うん、すかさず朝倉さんリャンワンポン、赤嘘を引いた久里さん、当然これはもう何もう一枚切るんでしょうね。そしたらね、いやちょっとと勘違いしたかな。タンヤオに行ってますね。ねえ、あ、スイピンにつけて、ヒサトさんにとってはこのポンでツモが良くなった感じ。急走いりません。朝倉さんはもうタンヤオ一直線。これはなんだ、赤ウーピン。いや、どんどんヒサトさんのツモが良くなっています。チュン、あー、チュンもかぶって、いやー元木さん、ここはレンチャンしたかったんですが、イーシャン、テンパイ、テンパイですね、テンパイですね、リャンソーテンパイ入りましたね、テンパイですね。早くも、あ、ここにリャンソーが3枚ありますが、ウーソーがね2人から打たれそうなんですよね。あー、このウーソーも、うん、元木さん、なんとかチュンとか思ってたら、とっくの昔に嘘は出てるんですけどね。そうすれば報酬は避けられたんですが、あー出て、ね、ここで出ました、はい、1000点、はい、はい、河合さん2枚目、まあ1000点の報酬なんでこれぐらい脱いでもいいわよって感じでしょうか。あ、うなずいてますね。髪
髪の毛にもねなんかシュシュっぽいのついてたけど、うん、そこはいかなかったですね。いかないですね。さすがです。いかないです。はい。